こんにちは。ここは東京都青梅市で遅きにあります東京炭鉱前バス停でございます。本日は知る人ぞ知る東京の炭鉱の跡地を散策していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。東京炭鉱前と申しましても、どこに東京炭鉱なんていうものがあるのだろうかとわからないわけです。で、先ほど Google マップで調べましたが、東京炭鉱の跡が向こうの方にあるということがあるので、行ってみたいと思います。さて、冒頭から普段とは経路の違う始まり方をしたわけです。あれはつまり東京と炭鉱というなかなか結びつかない2つの単語が結びつくと不思議な響きを持ってくるという、その意外性を象徴したいがための映像だったわけですね。炭鉱といえば有名どころは筑豊、常磐、それから夕張、芦別、三笠、歌志内、エトセトラとあるわけですが、東京と答える人は滅多にいないでしょう。何より本当に東京に炭鉱があるんかいなと。それがあったんですね。東京唯一の炭鉱です。それではウィキペディアを参照しながら簡単に東京炭鉱について解説を行っていきたいと思います。炭鉱の始まりはこの近所にあります黒沢川という川ですね。そこに炭層が存在することが判明した。じゃあこれを取りましょう。そういうわけで1935年昭和10年頃から採掘を開始したそうです。そして戦争の激化によって一時的に人手不足となり、それでしばらくは休んでいたそうですが、戦後すぐに復活しまして、最盛期の1958年昭和33年には月500トンを産出していたとのことです。これ文献によって月とかなんか年500トンとかそういうあの文献もあるらしいんですが、月が最も正しいだろうということでこう総合的に判断されています。しかしですね、ここの炭鉱に入るまでに20メートルのこう垂直に掘った穴ですね、こう縦坑というんですけど、それを降りて向かわなきゃいけないというこの条件が悪いということでね、1960年昭和35年に廃坑となったそうです。縦坑の後はしばらく残っていたとのことですが、後に地元住民によって埋められた。じゃあ跡地には何も残っていないというわけです。これは事前にウェブ上で調べてはいたことなんですけれども、とりあえず実際にその場所まで行ってみようということで今歩いて行ってるんですが、案の定何も見つからないわけですね。こう雲行きも怪しくなっております。で、本当は図書館によって地元の知識なんかをノートに取ってそれを参照して解説したいなと思っていたんですけれども、残念ながら緊急事態宣言というこの状況下で図書館が普通に営業しておりませんで、それで入れなかったんですね。というわけで仕方なくウィキペディアを参照するという雑な調べ方になっておりますが、このウィキペディアも遅き知識とか言ってそういうものを参照してやっているようですから、それほどソースに問題があるとかそういうわけではないと思いますけどね。どうやって入りますか。今ズームしております真ん中の木立、ここが東京炭鉱の跡だと Google 先生はのたまうわけです。信じられませんね。跡地まで近づける小道が一本あるんですが、これは指導なのか行動なのかよくわからないところです。でもどうやらここの道路はこの通り青梅市のマークが入ってるんで、これは多分 市が管理してるんだと思いますよ。だからこの道だったら、とりあえずこの道を歩くぐらいだったらいいんじゃないかなと思うんで近づいてはいますけれども、いやでも本当にこんなところに炭鉱があったっていうのは信じられないですよ。行っていいんだよね俺本当に。Google 先生が指し示した東京炭鉱の跡地はここだと思うんですが、何もない。とりあえずここまでは行けるんだけども、ここから先はちょっと多分人家だからな、行けませんね。というわけで
おそらくここに東京炭鉱の坑道の入り口があったんじゃないかと思うんですが、まああんまり明らかな痕跡はないです。今黒沢川の河原まで来たんですが、それデータはあるのでしょうか。正直私地学に疎いもんですから、ただの泥とデータの違いがわからないんですよ。それはとりあえず行けるところまでね、ここまで来たんですがね、これはちょっとここから先はわからないな。さっき東京炭鉱跡地として行ったところがこの先にあるんですが、ちょっと瓦がないもんで、バス停に戻ってきました。結局ネット上の情報を通り、めぼしい収穫はありませんでした。現在はバス停の名前だけが唯一の名残のようです。皆さんの近所にも気になる名前のバス停などありませんか？よく調べてみれば、それは実は地域の歴史を語る立て札かもしれません。ぜひバス停の名前に思いを馳せてみてはいかがでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価よろしくお願いします。